て若いカウントから来たんですが、1・2塁間、この回の先頭バッター水野がヒットで出ます。ノーアウトランナー1塁。ショートスタメンで開幕から起用されている水野、打ち返した、レフト前、ポランコを止めた、ポランコ止めます。ワンアウトから水野がヒットで出ました。いや本当にファイターズ打線、この下位打線のしぶとさ、フルカウントまで持っていって最後はレフト前ヒットです。怖い下位打線ですね。そうですね、まあ、本当にこうやらしい下位打線ですよね、まあ、なかなかやっぱりこう簡単にアウトにならないですし、まあ、三振もやっぱなかなか取れないというところですからね。引っ張った、ライト前、タイムリーヒット、ファイターズ勝ち越し。9回の表ファイターズがひっくり返しました。水野今日3本目のヒット。8番バッターの水野、9回の表勝ち越しのタイムリーヒット。いいバッティングしてますね。いいバッティングですよね、まあ、同じスライダーでインサイドに行ったんですけどもね、まあ、その前の1球目がやっぱりこうかなり厳しいところをファウルにしての2球目が甘く入ってきてますから、バッターとしてある程度